ねんねんねん、パーソナリティの杉本真子です。ポッドキャスト調子どうでしょうか？いい感じでしたらぜひこのチャンネルのフォローお願いします。何かと嬉しいです。それではねんねんねんポッドキャストスタートです。改めましてこんにちは、アルコ&ピース酒井です。 SBS アナウンサー杉本真子です。同じく SBS アナウンサーの滝沢優希です。ラジオネーム赤い電車、前日オファーして割引たかって、お前ら久保田さん舐めてる。舐めてます。マジでそう。本当すいません。なんかマネージャーみたいな人とちょっと揉めてたんだから、スマホ見せ合いっこして、なんかこれ大丈夫みたいになってたよ。いや、お肉3枚増加はすごいですよ。このスチャーシューうまいよ、トロットロで。絶対ちゃんと歯応えあって。ラジオネーム頭の中の野菜畑。ラーメン、チャーハン食べてイントロクイズやるとか、バブル期のラジオかよ。本当だよね。よろしくお願いします。ちょっとメールいきます、はい、ラジオネームエスロ。4月16日午後10時頃に、うん、杉本さんが、はい、X で投稿したポストが大変興味深かったので、一緒に考察させてください、はい、今日滝沢アナウンサーが退勤するときに杉お疲れと私に声をかけお帰りになりました。社内で私のことを杉と呼ぶのは滝沢さんだけなので、うん、先輩と距離が近くなった感じがしてすごく嬉しかったです。なあ滝、はい、めっちゃいい先輩してんじゃん。ラジオの生放送中は杉本って呼んだり、リスナーのメールやその場の空気感に合わせてマコって呼んだりしてるのに、仕事中は誰も呼ばない特別なあだ名で呼んじゃうの。そういうことだ。あざといよ、あざとすぎるよ。そういうこと、心掴んじゃってるから。なるほど、あざといですよね。嬉しかった。嬉しかった。次お疲れ、次お疲れって。しかもちょっとあの肩で風切る感じというか、ちょっとそのさりげなさもあるんだけど、うん、先輩としてのうっすっていう感じも出して、次お疲れ。いやだってさっき滝沢さんが向こう行った後に、はい、杉が、はい、滝沢さんって生で会った方が好きになっちゃいますよ、見てほしい。すぐなんか言ってたよね。言ってましたね、はい。ちょっとあの金曜日に報道部の飲み会があったんですよ、うん、で私10分遅れで合流して、うん、40人規模とかの大きな飲み会だったんですよ。すごいね、はい、だからそういう飲み会って遅れていくとちょっと空気感つかむの難しかったりするじゃないですか。特に僕4つ島があって、うんうん、4つ目の島がまだ人全然入ってなかったんですけど、2人だけ、うん、あの一回り以上上の先輩と一緒に座ってっていう、うん、ちょっと気まずい空気だったんですよ。厳しいね、その状況は。その状況で杉がたまたま僕のこう斜め右前に座ってたんですけど、はいはいはい、乾杯して30秒ぐらいに滝沢さん手振ってくれた。レスくれた滝沢さん。え、レス、そんなことありましたっけ。お振っただろ杉。どうな、最近のその杉も含めて、このなんかさっき変なことも言ってたし。変なこと、だからそ、あ、私がですか。生の方が ありがたいね。いや、それは本心ですよ、本当に。本当、はい、好きなの。好きなの。え、好きじゃないです。でも、まあ、先輩として好きです。先輩として、先輩として。ちょっとね、言っていいですか。はい。いや、なんかこのまだ滝沢さんとかに入ってない、うん、杉にもきっと入ってないんだけど、はい、滝沢さん春来そうっす。え、え、春来そうです。え、何。ラジオネーム初版お餅つき。おいタッキー、はい、あんた絶対学生時代も後輩女子に好かれてただろう、はい、一軍男子はラジオパーソナリティするな。いやいやいや、それは違うわ。それは違いますって。誤解です。誤解、誤解、全然です。ラジオネーム対前ナマコ、もしかしてタッキーで遊んでる。遊んでたら最悪だよ。絶対遊んでます。絶対遊んでる。遊んでない。もうね、確実にそう。本当に。本当にすぐ好きになっちゃうからさ、こういう人たちはさ。そう、本当に。モテ遊ぶなよ。遊んでないですよ。家とかついてっちゃうからね。そうだよ。怖い。だからその振り向いてね、乾杯とか滝沢さんとかやっちゃダメなんだって。すぐ好きになっ、ときめいちゃったからね、本当に。ラジオネーム白猫大和。タッキー、はい、呼び方一つでセクハラになるからな。ダメ、スギダメかな。でもスギがどう思うかだからね。スギはスギどう、いいんじゃないですか、スギは。うん、
でも勝てるぞ、めちゃくちゃ勝てるぞ、なんか出るとこ出たら、うん、それも嫌ですよ。次で、ああ確かに、うん、いやいけんじゃん、そう、そう、うん、人によってもそういう時代だろうだって、うんうん、いやそう、杉杉でもいい杉っていう、ま こ, まこちゃんと杉だったらどっちがいいの、あ、まこちゃんはいるのか、あいますいます、呼ぶ人がいます、社内にもいる、います、杉は俺だけなんです、はい、はい、呼ばれるの何、杉、杉本、杉本杉本ちゃん、杉本ちゃん、まこちゃん、まこまこ、どれかです、おまこまこ誰だよお前、彼氏じゃん、まこ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 のやつまず訴えようぜ。まこまこ。まこまこ。おじさんだったら。まこまこ。あ、同期の女の子とか。まとか、まあまあ。あと誰？産むのことも。まこまこって。あ、もう完全に案件だわ。それもセクハラ案件。セクハラですねこれね。まこまこ。はい。じゃあまこまこもその人しか呼ばないでしょ。まあ、たまにいますけど、まあ、その人ぐらいですかね、上の方で呼ぶ、ほらいるんだよ、だから、ああ、まこまこの方が近いよ近い、え、それジジイ、滝沢さんより上ですね、え、はい、ほらそうだ、ね、いやいや囲い込んでんないろんなやつをと思います、違う、本当にみんな好きになっちゃうよ、そんなこと、杉のこと、違います、もう辛い辛い辛いラジオネームワールド、うちの奥さんが杉呼びするタッキーはちょい気持ち悪い、なんで、なんで、自分じゃないですよ、奥さんが言ってたんです、はい、でもいいじゃん、 そんなことよ、なんかさね、別に杉がどうかじゃない、春が、春が、春ってそれちょっとそこラジオネームちゃんこあって1年以上この番組を聞いていて今日のオープニングトークからの CM への入りが最も興味を引かれましたですよね、春くんのマジおマジ、え、心当たりは、ニヤニヤ、心当たりはないです、ないんだ、いや、いつでもこうウェルカムな姿勢ではありますけど、うん、はい、何曜日でした、何曜日の話でしたっけ、木曜日、はい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 、あ、心当たりあります、何、どこまで行っていいんだろうでもだって何、お前何違うかったらどうする、どこまで行っていいんだろう、確かに、あ、でも多分、いや、そうだと思います、何、女性と二人で食事をしました、え、全然違う。お前そっち早くちょっと詳しく聞かせる。なんだそれ。でも本当に同業者の方で、おうおう、なんで違うの出てくんだよ。違う？ちげえよ。何それ。同業者というか、まあ業者違うんですけど。やってることやってんだから滝沢だって。はい。でも本当に普通に。普通にただご飯食べただけ。はい。だからその滝沢さんが自覚がないところで春が来てるって話。え、ちょっとそれめっちゃ気になるんですけど。相手誰だったのそれな、同業アナウンサーの方、アナウンサーではないんですけど、あ、テレビ関係の、はい、でちょっと向こうがまあなんていうんですか、テレビには出てはないですけど、うん、あ、まあまあそうそうそう、ちょっと他社の人なので、はい、はえ、どこまでキスしたの、するわけないでしょご飯食べただけですよえ、そう、木曜日の話がすっごい気になるんですけど、うん、知りたい、知りたいです、いや俺も聞いた話だから、はい、え、お願いします、お願いします、え、ここでいいですか、ここで言えること、あ、もういいよね、いいね、まだやめたほうがいい、ダメ、やめたほうがいいって、ああ、黙っとく、でもすごいいい話、本当です、後で聞きなよ、え、後で聞いて、一応ここまで言っちゃったからリアクションだけしたほうが、ああ、わかりました、あ、でも私一個懸念事項がありまして、なんか乗ってきてんなこいつ、なんな懸念事項、乗ってきて、何、一応ね、ちょっと今日あのちょっとたるめのエピソードとか持ってきたんですよ、なんで、なんでちょい垂れ目の、あの、いや、報道の飲み会がありましたって話しましたよね、で二次会でカラオケバーみたいなとこ行ったんですよ、うん、そこでだいたい人数が10人前後ですか ね、ただ歌うというよりは僕喉もこんな調子だし、あの、話したい女性スタッフがいたので、うん、尊敬してて仕事がすごくできるので、うん、その人とちょっと話をしようと思って、うん、でいろいろみんなが歌ってる間に話をしてたんですけど、滝沢さんって、っていきなり、うん、切り込まれて、はい、と、私と後輩の女性社員で話してたんですけど、滝沢さんは絶対付き合ったらモラハラするタイプの男ですって言い切られたんですよ。いや、ちょっとびっくりして、あれ、俺モラハラの毛あるかな、でいろんなこう要素を頭の中でぐる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 ってやったんですけど、いや、プライドはクソ高いけど、うん、モラハラはないなっていうのに、
なんとなく自分の中では潜在的なものわかんないですけど、結論として行き着き、うん、誤解を解きたかったんです。おうおう、なので三次会シャンシャン飯店、坂口っていう仲のいい男性記者とその女性スタッフと3人で行って、どうにかモラを解こうと。そんなつもりで言ってないのめんどくせえな。あー絶対絶対終わる。3軒目でそんな楽しみ会ずっと思ってたんだこいつ。スギスギスギ、いやそうよ、生の俺がいいんだろスギ。おい言ったの。いやで、いや違う、あのなんかモラじゃないですよっていうアピールを間接的にしたいと思ったんですよ、うん、いやそれ分かるって、そういうわさっきのことはこいつ気にしてこうって絶対分かる。違う、きっと分かってなかったはず。でも誤解が解けたエピソードがありまして、 あの滝沢さんはじゃあ SBS の社員でいうと誰が好きなんですかって、うん、どういう人がタイプなんですかって聞かれた時に、うん、いや私はいろんな人に言ってるんですけど重永さんがとにかく好きなんですと、うん、尊敬もしてるって話してるね。重永さん あのちょっと空回りするけど、うん、いろんなことを考えて後輩のために嫌がられると分かっていて指導する、うん、あの姿が好きなんです、けなげでいいですよねって話をしたら、うんうん、あ、もらもしかしたら違うかもしれませんね滝沢さんっていうんで、重のエピソードを出したら誤解が解けたんですよそう、あ、もらか、もら感じる、うん、でもチョックじゃん、うん、絶対モラですって言われましたもん。あ、そう、嘘でしょスギ嘘でしょ。いやいやいや、付き合ったら分かんないもんね。家にいる滝沢さんはやっぱ誰も知らないからさ、うん、確かにめんどくさいスイッチ入るとき多分あるんですよ僕、うん、報道の仕事とかしてて、うん、ちょっとなんかいやこれはダメだろってことあるとガッと言っちゃうとき、それ見てるからだわ、うん、多分、あ、こいつ多分変なスイッチ入ったら畳みかけるように言ったりするんだろうなとかっていう想像をかきたてちゃったのかもしれないですし、穏やかに、一見ね穏やかに見えてて、そこがやっぱ逆に、いやでもモラを、まあでもそれでもなんていうの、滝沢さんのことを好きというか、はい、え、そういうこと逆に、うん、っていう人がいるわけなのよ。え、きっと意識、この自覚はもちろんないと思うけど、まあもうざっくりだけ言うと、滝沢さんがどっかですれ違ったなって、とある女性と、はい、え、私好きキューンってなったのって本当本当めっちゃ嬉しい。私が山田さんに入って、ちょラジオネーム留守電杉と呼び、はい、いじられ心踊る春、踊るね嬉しそう、あいついいよ、もう何正しいからです、ね、全然大丈夫だからラジオネーム頭の中のやつ、また確かにぬぬぬ聞き始めて1年半経つけど、モラハラっぽいタッキー何回かあるよ。嘘、ちょっと心当たりないから教えてほしいわ行き過ぎちゃう時あるかもしれない。あ、確かにね。ラジオネームサンドのメシルフライドチキン、いやタッキーはモラハラ体質だと思うこれボケじゃないから、いやマジだから、ちょっと待って、そういうのが一番怖いんだよ本当。ラジオネーム黒羊、タッキーがモラっぽいの分かる。え、めんどくさい、かしこは論理的にネチネチしそうだった。ああ、そんな僕あれですもん、リズムできないですもん本当、はい、ラジオネームもんやし、モラザーさん、違う、そんな人だったんですね。ふざけんな、ちょっと印象変わりましたいや違うって、誤解だって本当、だってよくいるじゃないですか、こう僕基本 あのあれなんですよ、計算ではあるんですけど低姿勢でいろんな人に接するようにしてるんですよ、まあそれはその方が感じがいいかなと思って、うんうん、だけど多分ニュースだとこうバッとこう毅然と伝えるから、うんうん、そのギャップが多分モラの誤解を生むんですよ。そう、次どうなの、モラなの、次どう、私もちょっとあの飲み会の後、あれ滝沢さんって思ったことがあって、待って待って待って、ない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 何あのそのまあ飲み会の時に、うん、滝沢さんがあの私がつぶやいた話、次お疲れって書いた話を、うんうん、あのポロッとその話を言ってきた時に、うんうん、もう次いいよ、もう俺の話だけつぶやいてろよって言ったんですよ。あ、もうこれ完全にこれはやばいよ、言いに行こう、どっかにこれは言いに行こうよ、はい、どっかに言いに行こう、やめてやめてやめて
杉言わない労働組合行くの。ごめんどこに行けばいいか分かんないけど、組合の人に一回話ダメ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 、大事になっちゃうから書いときゃいいから、私のこといいから。そして今日のメッセージテーマは面接面談の場にてです。そうか、はい、あれ先週も同じやつだったっけ。そうなんですよ、読めなかったから、はい、ラジオネーム鉄とパパさん、鉄人パパさん、鉄人、あ、鉄人パパ、私なんでだろう、鉄人が読めなくて、鉄人パパさん、今在籍している会社は最近転職したばっかりの会社で、その専務が元同僚ということもあり電話でお誘いを受けました、うん、でも入社してから社長に会うのは具合が悪いということで形だけの面接をしました。そこで社長からの質問で、なぜこの会社を選んだのですかというのがあったのですが、ここは正直に選んだも何も専務から電話があって誘われたからですと答えました。この答えで一気に場が和んだのは言うまでもありません。面接はどれだけ笑わせられるかがポイントだと思っています。ちなみに私は面接を受ける前にコント面接とつぶやくようにしています。そう、本当へコント面接って言ってく、はい、あ、つぶ自分でね、はい、あそれいいかも、うん、行く前に心の中で、ね、そう面接、はい、ここが面接会場かって言うよ、ね、状況説明しなきゃいけな いやめてそういう。さあ一時の電力チャンス、もしもし、もしもし、あ、こんにちは。こんにちは、ラジオネームはシシマルです。シシマルさん、どこの方ですか、シシマルさん。浜松です。おお、浜松。すげえ繋がった。お前がかけたんだ。やば、超興奮してます。繋がる。浜松、これいくつなの？32です。あら、いいじゃん。仕事何してんの？建築業です。あら、うん、立派な。最近どう建築業界？いやまあ普通です。なんかでも結構いろいろ。ね、物も高くなったりして大変なんじゃないの？そうですね、でも若い頃から何にも。え、いくつから働いてるの？僕中学生です。いや、すごい、すげえわ、本当に。ですね。じゃあもう結構、じゃあ役職的には偉いんだ、上の方、うん、いやまあそうですね、普通に。いやもうなんかさ、声がやんちゃしてきた声だもんな。そんなことない。車何乗ってんの？車僕免許取られちゃって乗ってない。何やってんだ。ちょっと経歴が特殊。曲何かけます？とりあえずさっき聞いとこうか。ジュークのあの紙飛行機、最高。めっちゃいい。めっちゃ好き。さすが、ブラボー。さすが浜松のヤンキーはやっぱり優しい心あったかいから。そうハートフルヤンキー。いやそんなことね、やめてください。え、結婚してんの？離婚してます。まんまかよ。ずっとまんまじゃん。いいリズムだったね。いいリズムだったね。テンポ最高。大丈夫なんですか、ね、大丈夫大丈夫。でもすごいね、その珍しいね、こういうラジオとか聞くっていう習慣がある。酒井さん、あの RP さん大好きで、俺らこういうファン層も意外といいんだよな。へぇー、もう歌舞伎町とか歩くとすっげえやんちゃなやつから声かけられる。へぇー、そうなんですね。そうそうそう、いやめちゃめちゃだもんで今興奮してますよ。え、今日はお休み？今日休みです。へぇー、何すんのこれから？いや特になくて、うん、そうですね。なんか趣味とかないの？趣味ゲームぐらい。タバコ吸ってんね、ぷかーじゃないの。変な呼吸あったぞ。余裕じゃねえか。余裕すね。何が興奮して緊張してるの。本当にコンプリートしてる。ねえ、全部揃っちゃったよ。仕事現場もいろんなとこ行ったりするわけでしょ、県内県外も。そうですね。楽しい？楽しいですね。楽しくないと多分続いてないと思います。かっこいいね、すげえわ。え、もう一回結婚する気とかあんの？いやもうちょっと年いってからでいいですね。え、何歳の時に結婚して何歳で離婚したの？18で結婚して19で離婚して21で結婚して22だからすごいわ。刻んでますね。すごいですね。めちゃめちゃすごい。お顔が見てみたいですよね。最高じゃん。すごい、いいな。
そっか、ジューク好きなんだ。いやもう青春ですね、ジューク、ね、ですよね。もう同世代ぐらいだもんね。そうですね、いや幸せになってほしいね、シシマルには。また電話かけてよ。いやかけます、メールを送ります。2連続当たったら結構すごいから来週もかけて。いや確かに、わかりました。じゃあ曲紹介お願いします。はい、ジュークで紙飛行機曇り空割ってお願いします。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございます。ラジオネームまさかまさかのワンビサカ、はい、いろんなリスナーいるんやな。日曜日に布団から一歩も出ないジメジメリスナーしかいないと思ってた。うん、本当だね、びっくりした。あんな元気な男の子も聞いてるんだな。はい、そう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 。不自然な呼吸あっただろう、ね。めっちゃ、はい、深い呼吸があった。そう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 、何か吸い込んだだろう今みたいな。いいな、めっちゃいいわ。良かったですね。ラジオネーム黒羊、獅子丸さん、酒井さんが描く理想の川崎ヤンキーじゃないですか。全ての回答が正解すぎて18で満件に入っていたオタク震えが止まりません。本当だよな。ラジオネーム初版を持ちつき、えぬぬぬってこんなやんちゃしてる人間も聞いてんの、公開生放送不安になってきて。来てほしいな、獅子丸。来てほしいですね。来るって、ありがとう。楽しみ。そんなね、公開生放送のお知らせをしたいと思います。今から1ヶ月半後の6月2日日曜日、ぬぬぬの公開生放送をやります。うん、6月1発目の日曜日昼12時からです。場所は静岡市清水区にあるエスパルスドリームプラザ。現在準備中ですが、来週にはぬぬぬのコラボスイーツのお知らせができるかと思います。コラボスイーツ、うん、チェックお願いします。そして2つ目、この番組ヌンヌンヌンは毎週 Spotify などのポッドキャストで配信をしています。月曜日と金曜日にはオンエアのアーカイブ、水曜日にはいつもオンエア後に私と滝沢さんでやっている延長戦の様子をアーカイブでアップしているんですが、実はちょっと前に Spotify 上のアンケート機能を使ってもう一度聞いてみたいヌヌヌ回があるか尋ねてみたんですよ。うん、そしたらその結果が出まして、杉本母登場会が聞きたいとという結果が集まりました。で、すでにポッドキャスト上に今日アップされてますので、うん、オンエアでこの回聞けてない人は改めてどういう形で私の母がヌヌヌに登場したのか聞いてみてください。うん、お願いします。お願いします。滝沢さん気になって、もうあんまりあれです、入ってきてない状態です。申し訳ない。でも間違いなくその日に、とある日にすれ違って、うん、その方が見かけた、うん、そして滝沢に恋をした、それは事実だ。本当ですか？これはマジです。実在する話、実在する話、心当たりマジでない、ないです。社内どこでっていうのはヒントとしていただけないんですか？それはちょっと、ね、ダメダメ、うん、ダメだ。でも本当に本当にいい話しすぎて、はい、あんまり詳細言いたくなさそう。大事に。そうマジで、うん、あ、そう、オチがなんとかみたいな話じゃなくて、あ、ただ滝沢が得をする話ってことですか？俺もその話聞いて、うん、そうなんだっつって、そう、もうちょっと言ったら滝沢さんあんま面識ないです。あんまっていうかない人、ない人か、だから、うん、じゃあ分かんないな。でもそれで好きになるってすごいよ。一目惚れだよ。え、めっちゃ自信出ますね。うん、それ本当に嬉しい。多分だけど、はい、俺の予想よ、はい、滝沢さんがどれくらいの感覚でその人とはあれしたかって言ったら、うん、ぐらいだと思う。多分やったとしてもやったとしても、はあ、それでだよ。もう会釈でちょっとますとかやったぐらい、多分。うわ、嬉しい。だから印象というよりもその立ち振る舞いというか、そうかも、シルエットとかみたいなのも含めて、そうかも、でも全部ってことでしょう。え、うん、え、このラジオ聞いてる人？それはね違うっぽい。このラジオ聞いてる、そこがでもメインじゃない。聞いてたとしてもそれがメインではないっていうか、リスナーさんじゃない。リスナーさんじゃない。いわゆるリスナーさんじゃない。ライブ静岡見て、見てるぽい、るっぽい。滝沢さんの印象はなんとなく知ってて。分かった。いや分かんないですけど、なんかライブ思想家は我々でもう本当に一生懸命毎日毎日やってますけど、ちょっとやっぱり美化されちゃうところがあるから、そう、どうしてもやっぱり、うん、
こっちの滝沢が好きって言ってくれた方が、あ、俺本当のこと、俺のこと好きなんだって思う。ちょっとそう思う節もあるっていう。はい。でもその後聞いて、はい。で好き。ええ？その後聞いて好き？そうだよ。ぬぬぬ聞いて？ちょっと、え、ま、え？ちょっと待って。え？これち、何？ま、いろいろ聞いちゃいますけど。いいよ。俺に聞け。まず。はい、女性？女性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 何十代とかっていうのはあるんですか。まあでも30代らしい俺は。20代から30代おお、うん、大体同世代ぐらいの人。うん、同世代ぐらいじゃない。えしてない、なんかこの「ザンス」ぐらいのことを木曜日いろんな人にした。いや挨拶は基本僕あの知らない人にでも社内とかですれ違ったら挨拶基本するようにしてるんで、うん、あじゃあそうか。パッと出てこないっすね。えそういうさりげないみんなに挨拶するんだって優しい方なんだとも思ったかもしれないしね。全てが魅力的なんだって。とにかく滝沢さんの雰囲気とか、そう、佇まい、その仕草、一瞬ですよねきっとね。本当にキュンってさ、待って待って待って、いやじゃあの本当に嬉しい。いやそれは伝わってくる。伝わってきます。本当に嬉しいと思うよ多分。いやでもまあそのなんていうの、まあ場合によっちゃ、はい、食事会みたいなこともありえんじゃない。お全然。マジですか。うん、いや一番気になってるのは、うん、まあそのキュンと思われたとしましょう、うん、なんで知ってんすかあなたたちは。まあまあまあ、だってヌヌヌリスナーでもないんでしょ。でそのあってヌヌヌを聞いて、あいいなって思ったっていうのも含めて、うん、なんであんた、まあ、誰かは関わってはいるから。いやそれは俺はその聞いてるから。怖いって、なんでそんな知ってんすかそんなこと。いやすぐ広まるよそんな。いい話だっていう、酒井さんいい話があるんですよっていう前置きが入ってきてんだから本当にで聞いたら本当にいい話で、まあいい話ですよね。これはちゃんと伝えないとなと思って。え杉本知り合い。言うな言うな、まあ、まあんま言わない方がいい。なんでですか。知り合いっていうかな。うんいやそうなってくると、うん、その言い方ちょっと今ヒントになりましたよ。何なんかちょっと部署は違うけど同じグループみたいな感じの人なのかなってちょっと思いました、うん、全然違います。はぁ、ラジオネームビーチ坊主、うん、まさに明日の14時に転職の面接を控えています。タキ、うん、今震えてこのメール打っているチキンな自分のケツを叩く一言、一発なんかちょうだいよ。だって私ですか、うん、いやもうほんとへえ、等身大等身だ、うん、無理せず絶対それが大事。マジでそれ大事だな、うん、あと可愛げ、うん、面接にも出るの、うん、そういうの出ると思いますし、うん、出せると思います逆に、うんはいうん、あんまカッコつけるとやっぱり基本やっぱ、ね、一回りぐらい上の人見てる可能性があるから。だって頑張って頑張ってください本当、はいはい、そしてラジオネーム白米至上主義さん、テーマメッセージが面接面談の場にて、私が今働いている会社の採用面接での出来事です。最終面接で役員と1対1の面談でした、うん、入室するなり役員から君のこれまでの人生を語ってくださいと言われました。いやむず、うん、てっきり志望動機などを聞かれると思っていたので想定と違いすぎて頭が真っ白になりながらもなんとか話し始めました、うん、役員はうんうんと聞くのみで面談は終了。質問は15分間で一つだけでした。今、同じ質問をされてもうまく返せる自信はありませんが、私の就職活動最後の面接での出来事です。それも時間いっぱい喋るってこと。そうもうですかね。自分のなんて言ったっけ、これまでの人生を語ってください。老いたちじゃないもん ね、 なんかね、人生語ってくださいってなるもん、ね、難しい。ちょっとエモーショナルなところも多分出さなきゃいけない。入り口どうする、語ってください。2000年の12月に生まれました。まあまあまあまずそうなるけど、なんていうの。1991年5月2日に。そうなの。まあなのかな。いや多分これはスタンダードすぎて、そうか、なんかちょっとないと思うんですけど、もうちょっと温度が欲しいんだろうな。なんだろうな、うん、恥の多い生涯みたいな。多分そう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 、艶っぽい一言で入りたいな。いや、そうだね、それがいいよな。本当にそう思います。
うん、感情入れた方がいいんだろうな多分。32年、大きな功績はなくともコツコツ積み上げ生きてまいりました。と言いますのも、手から始まるから分かんない。そんなパッて出てこないよ、無理だな、それできた大将だな、うん、と言いますも、うん、と言いますも分かんないけど、構成すぐ作れない、うん、確かに入りの一言大事な気もする。なんかもう役員クラスになるとでも5人くらいしか残ってないから、あんま木をてらう必要ないと思うんですけど、やっぱ300人とか最初の方とかだと面接いる企業もあるので、まあなんか一言目が大事な気もします。一言目、うん、自己 PR とか杉本何を言ってたんですか。私はあれですよ、静岡全押ししてたんで、うん、お父さんのお実家はお茶屋さんで、お母さんのご実家は魚屋さんっていう環境で生まれ育ちました。全押ししてます今も。確かにね、してます、全押ししてます、ずっと大好き、絶対押した方がいい、静岡のために生きていきます、今もあの時と変わりません、変わりません、静岡のまこです。全押ししてたキャラクターでもないです、キャラじゃないから、大好きです、そうそうそう、面接のためじゃない、そういうことです、狙いじゃないから、はい、そしてラジオネームなし、ラジオネーム書いてないのか、面接面談の場にてですが、15年前転職のために受けた面接で、何でも挑戦したいしいろいろ勉強もしたいと発言したら、ここは学校じゃねえんだぞと言われて、シュンとして帰ったことがあります。世の中こんな寂しいことがあるんだと涙が出そうになりました。今ではしょっぱい思い出です。現在家族も増えて幸せです。素敵だわ。厳しい、ね、はい、でも本心そうなんですけど、もしかしたら試験の場合はなんか自分が学びたいとか自分がやりたいことをしたいっていうのプラス、社会のためにどういうことをできますっていうのがないと、人によってはこうムムムってなる。社会、会社のためにとか、あ、そうそう、とか静岡のためにとかじゃないですけど、本心じゃなくても、本心じゃなくてもいいと思うんですけど、でプラス、ただやっぱり自分はこういうものが好きなので、自分のためでもあるけれども、自分のためを突き詰めたら社会のためにもなるでしょみたいな。最強じゃんそんなん言われたら、ね、そう、多分それがおになると思います。なるほどね、はい、自分のやりたいことプラス社畜としてちゃんと言い方、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 社畜として、歯車としても頑張りますって、そんな言い方しないけど、ラジオネームメンクイズカロックさん、大学4年生の時、会社の面接試験を数人で受けていた時ですが、うん、私の隣の男の人が面接官から、あなたの趣味は何ですかと質問されていたので、その人は読書ですと答えていました。面接官は、いいですね、どんな作家の本を読んでいるのですかと聞いてきたので、うん、その人は自信満々に石ノ森章太郎と言いました。すると面接官は、お、私も石ノ森章太郎さん大好きなんですよ、ちなみにどの作品がお気に入りですかとさらに尋ねてきたのですが、おうおう、その人はしばらく考えた挙句、社用ですねと答えていました。社用はかっこ太宰治さんの作品、後日その人は選考から落ちており、嘘はやっぱり良くないなと改めて思いました。なんで石ノ森章太郎って言ったの。いや、わかんないですけど、もうテンパっちゃってるから、かっこいい作者ポンって出てきた。あ、なるほどね、はい、まあ、嘘ついちゃう気もあるよね、でもね、試験ね、そうです、見え張っちゃうみたいな。わかんのかな、面接官ぐらいだと。わ、まあ、かるらしいですそういうの。あ、そうなの、はい、嘘ついちゃダメって言われてました、ね、面接官側だったら SBS のアナウンサー採用するとき、一つだけ質問はいい、滝沢いいよって、なんて言う、それで見抜いてほしい。見抜く質問。なんだろうな。基本的にはひねくれたことかな。難しいよな。本当ですね。些細な成果を教えてくださいとか。ああ、難しい。なんか大げ仰々しいことじゃなくていいので、あなたのなんだろう、人柄が、まあ難しいな。つってもなんか、あんま大きなことじゃなくていいから。すごいさ、クランクに来るやつとかいないの、面接官でさ、失礼します入ったらさ、いやもうそういうのないいから去って、とりあえずちょっとここ別にそういうんじゃないから、あ、まあ本当人となりが知りたいから、ちょっとクランクに喋ろうって言って、どっから来たのみたいな人っているの。いや、
ると思います、はい、でそういう会社こそ割といい、 いい会社じゃないですけど、本当人柄重視の採用をされていると思います。う、ね、そういうのやりたい、そういうのじゃないと分かんなくない。一回酒井さん、うちの会社の面接 やりませんか。酒井さん、はい、あのね、そうそう、絶対うまいと思う、酒井さん。あのネクタイ禁止だからね、俺の。ダメ、もうパジャマ。パジャマ面接。パジャマ面接。え、じゃあこの人次会うと、次会うと、次なんか不採用、不採用。それで大体わかる。そうそうそう、確かに。はい、嘘。うん、はい、嘘、次嘘。帰っていいよってなる。ダラ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 の T シャツのやつが受かる。会社にしてきた。酒井さんの面接良さそうだけど、みんな気持ちよく帰れそう。確かに確かに確かに。うまくいかなくても。そしてラジオネーム豆もやしさん、酒井さん、杉本さん、タッキー、こんにちは、うん、今勤めている会社では中途採用で入ったのですが、肉体労働的な職種なので、うん、面接の時もスーツにネクタイで行く感じでもなく、服装に困ったのを覚えています、うん、カジュアルだけどフォーマルな感じを出したい時はどうしてますか、タッキーよろしくお願いします。難しいな、どうすんのこれ。難しいですよね、うん、もう一回俺見たい。今意外とありますよ、あの、そうなの、服装自由、ほらやっぱそう、ね、そうだよね、はい、あるか、はい、それ、うん、でもそれでもだってスーツ行くでしょ、うん、そう、きっと、そうですね、それがなんかいいのか悪いのかというのは今になるとちょっとよくわからなくて、当時はなんかそれでもスーツで行くのが礼儀正しい人間だと思ってたんですけど、いや自由って言ってんだから、そこになんか個性を出したら覚えてもらえるじゃないですか。そうですね、かといってだもんね、ドンキホーテで全身タイツの買ってきてるみたいなやつもきっとね、数人はいるはずじゃん。私思い出した、あの関西系の局の説明会があったんですけど、年末だったんですよ、で僕年末年始に東京から鹿児島まで自転車で旅をするってもう決めていて、アルバイトも休みを入れて、だけどその局の説明会にも行きたいと思ってたんですよ。なので自転車に乗る格好だから、ウィンドブレーカーと真っ黒のウィンドブレーカーで、あの説明会に行って質問とかしてましたね、はい、周り全員スーツ、周りみんなスーツで、はい、日時で落ちましたけど、まだそこまで行ってないんだな。ごめんなさい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 、難しいね、難しいですね、フォーマルと、うーん、何がいいんですかね、うん、服難しい、でそんな感じだったらいいんじゃないの、これいいの、 T シャツ、ジャケット、セットアップぐらいの感じ、あ、ラルクの T シャツ、めっちゃ個性出てるな、でしょ、それなんかこの間のライブのやつ、ライブのやつですよ、はい、いいね、すごい、いいですね、もう1ついきますか、はい、いきますか、あれ中尾さん、この前これ読まなかったっけ、読んでないっけ、じゃあこっちにしようかな。はい、これか、ラジオネーム豆もやしさん、今来ている会社は、あ、違う、これさっき読んだやつ、どうなってるそこのテーブル、いや違うのよ、やっぱ何気持ちいいからさ、そう、こういう自分も含めて多分可愛いかっこいいってふと思ってくれるから、その人言わなきゃよかったな、なんかこんな、いやいいじゃない、別にいいじゃない、ちょっとぐらい、ラジオネームモニック総帥さん、学生時代に受けた広告系の会社の試験でキティちゃんの UFO キャッチャーのぬいぐるみのポスターを作ってその場でプレゼンしてくださいというものがありました。ねえ、それまで結構な数落ちていったイライラと、どうせ受からないからかまさないとという精神で UFO キャッチャーのアームに挟まれて顔がギューッと潰れているイラストを描き、プレゼンで可愛いだからピンチというテーマで今思えば何の広告にもなっていないプレゼンをしました。その試験は見事合格、うん、その後やはり人格ではしっかりと落とされました。やっぱ面接ってかましてなんぼなんでしょうか。おー、違う違う違う、かましてなんぼじゃないよね、違う違う、うん、そう思います、うん、え、何じゃ、何が大事な、あの、したたかさ、したたかさ、うん、誠実さと、誠実さとちょっとした腹黒さ、腹黒さ腹黒さ、絶対腹黒さはね、ちょっとはあった方がいい、うん、
え、何が大事だった酒井さん。俺やったことないもん、だって面接なんか。そっか。なんだろうな。あ、でもなんか個性出そうとはします。嫌にならない感じに。なんか僕試験でいろんな地方行ったんですけど、うんうん、なんかその土地の名物とかを食べる、うん、そしてそれが美味しかった、だからあなたの地域のことが好きなんで入りますみたいなのってみんな言うんですよ、うん、なんかこうちょっとベタというか、うん、なんでもうちょっとこう生活感ある採用志望動機を言いたいなと思って、うん、なんかこう駅前とかでペンとノート持って、うん、何々テレビ受けるんですけどどんな会社ですかみたいなのメモして回って、でそれをこう見せて、すごい。え、岩手の時それやったの？やりましたよ。はい、すげえ、すごい、うん、って思ってもらいたいじゃないですか。だからやるほど。え、そのノート見せんの？なんと一応こう中見せないですけど、これに書いてきましたよっていうんで一応やってるってアピールと、あとこの人多分入ったらこう取材とかももしかしたら泥臭く一生懸命やってくれるんじゃないかなっていう想像をしてほしいじゃないですか。すごいね。それ大学生の時でしょ。大学生の時です、はい、変わってないってことじゃん。じゃあもうそのなんかそういう信念っていうか、はい、やり方、すげえ、はいはい、すごい。これで間もなく彼女できそうって腹立つ。そういうことよ。春来ちゃってるから。そこ、え、戻っていいですか。え、じゃあもう一つ、もう一つ読んどく。もう一つ読んどく。もういいです。もういい。ダメ。いや、ちょっと